はい、どうも。信長の野望新生伊達政宗編の続きをやっていきます。現在の状況は、確か豊臣が、この富山方面に攻撃をしようとして部隊を、出してきてたような。今来てないのかな？撃退したばかりか、もしかしたら。いや、白竹じゃないけど来てますね。うん。北陸方面から結構な数が聞いているっぽい。ターゲットになっているのはこの辺り。城かなという軍がターゲットになっているのかな。あと、ここもなんか、ターゲットになっているような、ネイって思いだ。あ、ここもですね、二部隊来ていて、ここは、あれだな、沢田の方か、ねえ、一万弱くらい来てる？上花に、一万。どこか。あまり大規模な部隊じゃないかな。で、徳川の方がどっちかっていうと、攻勢をかけられていて、駿府と上原城が落ちそうか。上原城は、なんとかなるのかな。駿府がやばそう。もう、兵力もいないし、強行かけられてますもんね。駿府落とされるかもな。え、あと、東北の方では、伊達家が上杉家に対して攻勢をかけていて、前回明星と攻略したとこかなって、これ一回帰んなきゃダメかな。できれば立て続けにこの辺攻めたいですね。外形上、外形が6600か。上杉が体制を立て直す暇を与えたくないんですよね。こういう感じ、東北方面は。電子で九州の方を見ると、まだ、かろうじてギリギリ、島津が粘ってはいる。粘ってはいるけど、だいぶ厳しいですね。徳川もだいぶ戦力が減っているので、相当厳しい。島津がやられてしまうと、もう西、宝庫の上に亡くなった豊臣が、人海戦術でどん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 こっちに、東に、部隊を送り込んでくるようになるので、今でもそうなんですけども、それがもっとひどくなるって考えると、とても、考えるのも恐ろしい状況なので、島津には、粘ってほしい。西をどうするかな。大谷義嗣と細川雄斎がいるな。攻めたくないな、ここ。
戦いたくない、あの二人と。強すぎるんだよな。大優先事項としては、やっぱり、この七尾松並み、能登の城を取ってしまって、この沢田方面に豊臣が侵攻してくるルートを潰してしまう。そうするとうちはここに戦力を集中させるだけ、まあ増山城かな、増山城か七尾城に戦力を集中させるだけで、守れるし、なんなら、金沢方面逆にもっとガンガン侵攻していった方がいいかなっていう戦略が一番手堅い。ただそれで徳川がどうなるかなんだよな。もう駿府はダメかな。骨面も送れないような状況。上原城に集まっちゃってるもんね。そこも守れるかどうか、ギリ怪しいくらいな感じだし。いやー、やっぱ今のうち能登制圧だろう。で、二正面作戦する余裕はないから、信濃の陽動作戦は継続で、この戦闘は、あ、希望作。来い、こっちに来い。くれ。いやー、山、ま、嬉しいです。ああ、先導成功ね。はい、まあ、まあこっちの方だから直接影響ないな。むしろ島津に豊作来たから、ちょっとこれで粘れるんじゃないか。どうだろう、厳しいか。厳しそう。むしろ、豊臣のあの辺のが、豊作になったのが、あだになるか。徳川もうダメじゃん。死にてえじゃん。農耕交渉来た。お、に存ずる。雪村が武将になったぞ。いいね。闇討ち。さっさなりまさ、闇討ち？やっちゃう？申し上げたきことが少々難しい。無理はすんな、無理はすんな。七王城の破壊。申し上げたし。4600は出せません。高すぎます。これ、ほぼ相打ちになっちゃうな。きついし、兵もきつい。なんか、なんだ。か。おかわりが来ていて、あと、黒田女性。うわぁ。来たか。女性。富山城か。豊臣軍の動きは、増山城に2万。七尾城に約3万。富山に、2万弱。で、いうことは、ここは合戦かな？さあ、行くぞ。オッケー。みな、奮い立て。ここで合戦をすると、2対2か。そこは、増山城を、ご命令、待っておりました。封じさせて、出陣いたす。これで3対2よ。で、合戦する。
部隊をまずは政宗の兵力をできるだけ損ねたくない。池村もそうだから、正面に立つのは穴沢隊であってほしい。で、布陣変更して穴沢が正面に立つ。え、こうかな。うん、でかい線。独眼流の戦、その目に見せてくれば。ここ取りに行く。ここからよ、敵の退路をなくしてしまえ。命令を下され、抜き口を守り抜くぞ。一旦下がる。ここからよ、正面から戦う気はないな。これを挟み撃ち。勝機見えましたぞ。この槍を持って突き進まん。敵など人知れ。ボコボコにしてやって、まだ取り1敗滅。それで穴沢隊がこう、ここからよ、正宗はこうか。我に続け。で、池村の向こう。待っておりました。ここからよ、いざ行かん。我に続け。どうする、どう来る、どう来るか。あ、じゃあ一旦ここで待機して。ここからよ、行くぞ。進め。下がれてバカ。試される時ぞ。我のことと思うものは続け。今一回下がっていいよ。待っておりました。命令をください。これで何やってんの。で、スキル、ちょっとみんな溜まるの待とうか。で、あと、雪村。OK？ はい。じゃあ、まずは、この人のスキルは混乱か。みんな混乱させられるのはたまらんので、アナサー君ちょっと、はい、オッケー、分かってる。ここからよ、敵など一ひねりだ。はい、これで挙撃。早期ならいくらでも見出してみせよ。はい。我が前に立ち塞がる者らよ、ふざけ散れ。最初はどうなるから近くにいません。ご命令待っておりました。敵を叩くぞ。
抱えてる。そうね、一旦下がってね。どうなってんの？なんか雪村バグってない？待っておりました。ご命令な。待っておりました。ダメだね、雪村バグってんね。まあまあ勝ったからいいや。被害が多いな。バグをやめてほしい。バグ直してほしいな。移動バグ、毎回活性のたびに必ず移動バグ食らうんだよね。さすがにウオーズ出るか。どうかご命令を。どうしようかな、ね、一旦七尾タゲ出すか。城を攻めます。遅れるでないぞ。一旦七尾タゲ出して体力とスキル回復待ちで黒田長政かくらん。なるほど。オッケー。たら大道寺お前働け。敵を叩くぞ。この戦場に示さん。なぜかつかんないけど。OK。命令を下され。ちょっと長政隊を攻撃する。我が先方に態度陣も下がってれば。特務戦敵に触れてやろうぞ。ドンからの独眼竜ドン。この目が見ておるぞ。だいぶ減らしたんじゃない。2000を減らしたか。2人で OK。大勝利。北陸ルートから増山城に来てた敵は撃破した。あと金沢っていうか能登ルートを通ってくる敵が来てるけど、これは正直雑魚しかいないので、マップ戦闘でいいレベルなんだが、数
ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7。え、全部足したら7部隊いるじゃない。で、これも入れたら8。ちょっと待って、待って。よ。ここで合戦をしたところで、ダメか。これ入らないか。入らないな。うん。じゃあダメか。なんとか一回ここ防衛戦成功ということで、ただ防衛するだけじゃなくて、一応狙いとしては七尾城を攻め落としたい。そのために今兵力をちょっとずつ集めてるところを、兵力が整い次第、七尾城攻略戦を開始しようかなと。あと、東北方面は、大宝寺城を、越後方面から分隊を出して攻略に向かわせているのと、寺池城を一応主力で攻め続けてると。上杉も次か次へと、上へ送ってくるんで、なかなか、うまく、なんていうの、思うように、攻めきれてないんですが、消耗戦になればね、こっちの方が圧倒的に国力的には上のはずなんで、時間の問題のはず。信濃方面が結構攻め手がきつくて、強い部隊を送ってくるんですよね。高橋将軍だとか、それは秀頼なんですけど、秀頼自身は弱いんだけど、まあ強い武将を副将につけてるんで、バフがかかって、まあ強い。とはいえ、秀頼自身は、大したことはないので、なんとかなるかな。NPC って一回従属したら二度と、独立とかしないんですかね。どんだけ切り離されてて支援も受けられないなら、ルート身についてる理由も上杉にはもはやないはずなんですけどね。戦力を、さあ動くとするか。七尾城方面に向けましょう。城を取りに行く。一方で金沢城が安泰だって思われると、それはそれで、はい、この一万を駐屯し、駐留しているというか、金沢城の兵、さらに1万、2万がこっちに来ると厳しいので、陽動で、金沢城への矢印は出しておきます。一度ここ合戦をしよう。3部隊。軍大隊。はい。あ、これをまず、処分して、我が先方、はい、今こそ受けるがいい。どうです、今日。こんな感じを、今の正宗が、敵などひとひねりだ。鉄砲隊の出番だ。あ、一瞬で壊滅した。オッケーオッケー。おのれ、戦勝を祝い、勝ち時をあげるのだ。圧勝して。
ん？もっと12万で攻めてきた。どこに来る？いろんなとこに矢印入れてるわけわかんないけど、どうなったろう。あ、しのいだか。おー、徳川家康、駿府城、ギリギリで、しのぎ切った。おかわりは来てないから、とりあえず一旦しのいだね。危ねえな。上原城は相変わらず包囲されてるものの、豊臣方の、兵糧が尽きたので、ここは守りきれそう。おぉ。暑い暑い。準備を万端整えよ。あっせん。威風弱だけど、一旦これでやろう。敵を減らすわ。なんか威風中にならなそうなんだよね、待ってても。距離卑怯。いいっす。ナイスコンラン。しとくん流。ドン。よしよしよ。よし、石川五右衛門を撤退させた。これは追撃で。よし。あ、振り切った。あー、勝った。戦勝を祝い、勝ち時をあげる。で、軍をまあまあめくれるんじゃないか。我が名を乗せ、燃え裂けるのだ。うん。このまま進んで、七尾を包囲しましょう。ねえな。めねえな。包囲できるような米が。予定と違うからな。勝つには勝ったけど、威風を起こせなかったからな、中規模威風を。これを待って、でも待てないんだよね。ここに4部隊乗ってたから、ここで止まっちゃうんだよ。だから、そうなると、これを、ここに止まったこれとこれとかを巻き込もうと思ったら、ここで合戦、最低でもここで合戦するしかなくて、でも、それをしても結局、1、2の3、ここに4で6の、これで7、7しかいない。七尾城から、出てくるかみたいな感じだから、出てこないだろう。来なかったら7、舞台だから弱威風にしかならなくて、
結局同じことだったんで。で、このまま七王子を攻めようにも十分な兵糧はない。一旦下がらせたってことで動くとするか。一旦下がらせたってことでそれはそれでよしとして、実際どうする。待っておりました。七尾城攻め自体は一旦諦めるとして、ああ、坂城が落ちた。島津がまた一つ城を失ったか。うん、厳しいね。城攻めを始めるぞ。出て。ちょっと待って、白攻めを始めるとって言ったな。お、強行してる？ん？どこ？あ、違う違う。大宝寺城に取り付いたのね。はいはいはい。ご命令を。蹴散らしてくれようぞ。陣を整えよ。いやー、奥城は無理じゃねえ。こちらに一旦こっち走って城攻めですか。ご指示。こっち続け。無理無理無理って感じなんだけど。まだ当たってない。いや、なんかちょっと自利品になってんのが気に入らないな。はいはい。目白かい。あと今度こっち白攻めですか。これと当たった。まだ、行くぞ。よし、向こうを上げるは今よ。奥城対この一応指示を出して、8000ができるので一部隊しかいないのでボコボコにしましょう。自分の体力回復強いね。混乱受けを一部隊で済むようにしたい。ここ慎重に戦いたいのと、成田海が消耗しないように、政宗も同じ感じかな。六眼竜の戦、その目に見せてくれるわ。さあ、動くとするか。それで、攻撃ができるので、まず、水の如しを受ける犠牲者を、防御102の大道寺、防
撃しよう。行ってもらおうか。敵を叩くぞ。鉄砲を出します。びっくりした。その礎となれ。はい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 、混乱モロタ。ここに政宗が突っ込む。一度打開策を打たないと自利品ですね。一切各方面押され気味。まあその分徳川に余裕が、あっけれてるというのもあるんだろうけど、とにかく上杉を何とかするまでの間、時間を稼ぎつつ、1個でも2個でもいいから、城を、豊臣の城を取ってはいきたい。このためには、今ここにいるのが、ここからよ。動くとする。3万と2500。ここに向かってる敵はともかくとして、待って、富山城に向かってる敵はどうなった？いないってこと？いや、富山もダイレクトいるわ。80日くらいか。80、90、100。で、来るのが3000、3500、4500、5500、3000、15500、15500、15000くらいと見ておいて、それ、一旦、サムネ、ここからよ。金沢まで出る米がない。米がない。なんなら増山城までもギリギリ。ここまで行く米もないのか。帰りたいなぁ。米がないからあんまり自由に抱えないぞ。でも一旦帰ってしまうとしばらくは兵もいないし。しばらくは気合で守るしかないか。ただそうなると兵力は欲しい。どうだ、
ご命令とあらば。いや、きついな。ご命令とあらば。ご命令とあらば。ご命令とあらば。こちらに。マジか。ここにはまだ。よし。いやあ。ご指示。騎乗騎乗。はい騎乗。みんな城へと引き返せ。どうかご命令を。いやあもうきついな。これね落とせないよな。ご命令を。早々に戻るぞ。これだけ倒したら撤収でいいかな。打ち破ったり。OK。攻めてきゃいない。おい始めたけど多分無理なんで、一旦命令を下され。直ちに騎乗するのだ。お指図を頂戴したく。さすがに二正面はきつかった。で戻ったら柴田津川は西の支援に行かせましょう。おお、破壊した。戦が始まる。備えよ。あら、豊洲城も落ちた。どこだ。ここか。いやー、まずいなー。もう飲み込まれちゃうんじゃないか。手がらい見事。ああ、上原城、ユルハー城が狙われている。いやそういうふうに相手してんじゃないか。こいつが来たらちょっと合戦か。合戦か。お？ここか。うん。大地。なら、このマジでこれも気にして。いざ、出陣！この状態で、ご舞台対ご舞台。うん。やるか。ご舞台は、これが強い。ここに。待って。鉄砲隊の出番。前へ。オッケー、吹っ飛ばした。龍を相手にするかよ。撃ちまくってやるぜ。動くとするか。あ、まさむね。で、何をするか。進軍だ。進め。あ、取られちゃった。
喜ばしきことに。向かうは敵の軒口ぞ。さあ動くとする。これが放棄です。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。いやー大丈夫これ。はっ、攻め立てるぞ。これで勝ってみせる。進軍だ、進め。さあこいつを食らっても生きていられるか。特段流ドン、イエローズ。オッケー、してくれようぞ。我が敵でなし、攻め立てる。こんなの攻め立てる。温泉のつぶ叩く。ドン。力で敵を打ち払いました。はい、やりましたね。それで勝ち。これぞ我が戦、我が武勇。弱い風か。風よ、マガナを乗せ燃えたけるのだ。陣を構え、戦に備えよ。予算部隊、これも含まれてるのか。なるほど。我が勝利、この目が見ておるぞ。たまらないのか、こっちだ。いいな。その際ん、何に、なんか撃ち取った。蹴散らしてくれよ。要所を固めますぞ。敵兵追えたり。他の要所を制す。何をする。好機と見たわ。やったわ。どうした。よし、これぞ我が戦、我が武勇。おお、姫様が元服した。盾つきさん、盾つき姫。統率は微妙だけど、まあ、全体的にバランス攻め高っ。混乱持ちの勇気兵、
くよ。潜伏ってのは神結か。なるほど。これはいい人生。で、そう守りたね。ついに、病気になった。いや、七人、起きて。誰が病気になったの？僕遅れ誰かを、こういうのはさ、中一なんで、健康状態が悪いの、そのまま。そのまま、出陣したばっかりやな。朝日の？ああ、よしか。アナサーサーまで、それはまずいでしょう、ね、いや70歳かもうダメなんだな。きっとこのまま、もう限界なんだろうな。上司級は、兵を奮い立て、戦ぞ。退けるぞ。これが我が戦法よ。で、オッケー、抜き打ち破壊。やった。止められぬわ。おお、マジで申し上げたし、いや、なる価値あるね。どうかお任せを。あ、なんか来た。雪村も出るか。ご命令待っておりました。みんなついてまいれ。せかせん。勝つのは我ら、我が武名の下地となれ。ご命令待っておりました。まこと喜ばしい。万歳。弓隊の力を示す時で、よし撃ち下ろせ。
しておりますな。いいぞ。それは正直。ペペペペ。あららららららら。軍略というものを見せてくれ。いいよ。ヤニティイスクメン。好機と見た。敵を退かせます。敵は皆、いたおしてくれる。我が前に立ちふさがる者らよ。ふざけちゃ。よし。え？敵を退かせます。敵。命令を下さい。よし。敵ではありません。完璧。これぞ我が戦、我が武勇。いいね。どこに行った？渡り。笠原、あと二人、わかんないけど。いやー、マジか。あ、これ死んだな。頂上です。お、やった。破壊した？ナイス。ナイスナイスナイス。陣を構えなさい。でかい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 。これは直させたくないな。お命令を。城攻めを始めます。お、やった。この城もらい受けました。熱い。生け捕りとしたぞ。忠節を尽くしますぞ。おー、おー、マジか。予想外の展開だ、これは。でかいぞ、これ。あなたの調略がハマったな。あなたはでもいいな。金沢だな、むしろ。あの城をいただきに行こうか。みな、ついてまいれ。まあ、富山でも激戦を繰り広げつつ、東北方面、着々と上杉領を侵食していってる感じですね。で、寺池城、結構激戦だったんですけど、なんとか、陥落させて、この時は面白かったんですよね。真田正幸に破壊調略をさせてたんですけど、ずっとここの城主が、さっさなりまさでずっと粘ってて、なかなか耐久も高くてしんどかったところに真田正幸の破壊調略が刺さって、バーンと一気に耐久削れた瞬間にさっさなりまさがもう勘弁してくれと言わんばかりに降伏と。城に上杉軍が乗っかって駐留して守ってる状況なのにもかかわらず、こう、城主さっさなりまさ降伏っていう。で、上に乗ってた上杉軍壊滅っていう広い裏切りをさっさなりまさがかましてきて。まあ、こっちは助かったんですけど、なかなか面白かったですね。だって、で、まあ、この勢いで、どんどん攻略を進めていこうかなと。次は大宝寺城あたりを、落としたいところですね。
徳川はなんとか善戦はしてるけれど、どうなんだろう。自利品は自利品なんですよね、ずっと。上原城が今狙われてるのかな。現状としては、北条城、八坂城、栃尾城、栃尾城はもう戻ってきてるんですけど、八坂、北条の、部隊を西富山に出してたんですけど、急遽引き返させて、今戻してるところですね。俺が帰ってくれば、ここで1万くらいかな、余裕できるはず。柴田城はちょっと戻せなくて、津川城も今、部隊が期間中。ここは1500、2000いくかな。あと、坂戸城も一応、いけるかな。だから、1万5000。飯山もいけるか。飯山どうかな。命令を下され。夢が全軍だときつい。多分2000くらいだったら出せるのかな。ほら、1万5000の、1万2000、ここから2000、1万4000、ここは3000にはなると思うから、1万7000くらい。2万か。2万の、2万ちょっと。2万3000くらいいけるか。で、向かってきたのが1万7千くらいなんで、数の上では、なんとか、さばける予定なんだけど。雪重秀が、秀秀が厄介。強いんすよね、こいつ。まあ、なんとか、攻撃とかして、暴くしかない、ですね。正宗はもう出発していて、富山方面向かってる状況。海津城は米問屋ができたので、養老の地上は改善していくはずなので、ちょっとそれ待ってるところ。品川方面ですけど、まあ断続的に攻められ続けてはいるんですが、一応ね、3万くらいは岩村城に遠距離矢印連打で引きつけつつ、刻みに送られてくる福島に流されてくる部隊を迎撃しては潰してというモグラ叩きを繰り返している状態。ここに今来てるんですけど、福島正則、これ米があと4日で切れるんで、まあ米がなくなったら帰るでしょう。そしたら残るのは細川忠興の2000程度なんで、これをピチッと潰すと、ここは数で圧倒してるので問題ないはず。我
が武を示す時が来た。え、佐野さん、どっかの爆弾院じゃなかったっけね。うん、いや、鈍くない、みんな忙しいよ。皆さん回復しましたって言ってるけど、リラック目標9ヶ月でさ2つ城を取るって無理ゲーなんだよね、この今のご時世。皆さん1日でずっと病気なのかな。小田は回復した、なんかいろいろ来てる。向こう交渉から見よう。ありがたき幸せ。おお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 シクロになった。いいね。武将、姫様は二人武将になった。今、大宝自体が、くしくも大宝自体だね。大宝自体が大宝事情に向かって進行中なんだけど、因縁だね。で、こいつがこのルートを通ってきてるのね。千坂隊が敵のこの軍を取って大路、よし、馬上様の大路を断とうとしているので、本来だったら戻って迎撃するところだけど、あえてここに引き寄せて、そこでタイミング合わせて大宝寺隊と馬上様隊で攻撃して撃破するか。これ氷隊の5つ目いらんくない？敵の増援はこっちから来るので、下から来るので、ここに来年もこっちルート行ってもらった方がいいですね。戦闘、敵との戦闘はあっちがメインになりそう。いやー、挟まれた、挟み挟まれ。一部隊来た。マジか、こいつ。あー、ママ上やばいね。復興始めた。これまでか。聞く。まあ絶対撃破されてしまった、うん、おお、破壊成功した。やるなー、さすが正幸。攻め落としたり。落とした。いいねー、素晴らしい。観念せよ、縄を打て。なんかいっぱい捕まえたね。お使いいたします。おお、5人お断りする。まあ解放しますね。なんとありがたい。おお、寝返り士官がいる。申し上げたきことがお任せを。上申いたします。もがみ来た。お任せください。もがみ、しあき、ついに寝返ってくるか。もがみ、しあき、強い。使えてみるもよいか。
最初の頃は随分生意気な口聞いてくれましたけど、ついに貸し使える気になりましたか。我らが戦の始まりぞ。よし、じゃあ見て、ここからよ。敵巻き込む。うん。基本部隊。部隊。これも入るってことか。ここは約2万。ここからよ。互角。え？うん？地下入るの？いいでしょう。戦よし、対戦勝つのは我ら、我が武名の下地となれ。動くと早いな、動きが。馬を持って蹴散らかん。やりたい、我に続け。好機がございます。加藤隊にぶつかった。いかがしましょう。さあ、動くとするか。打ち砕いてみせよ。攻撃する。ご命令はいかが。何をするか。攻め立てる。よっ。敵を蹴散らすぞ。ランティング低め。ナイス。狂いたくなよ。手打ち下ろせ。はい、高い、一旦下がる。これはです、今ですぞ。ご命令を蹴散らしてくれよ。距離卑怯。みんな、我が手のひらの上で。混乱、いいね。下がっていいぞ。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。我が総理国安流、この目が見ておるぞ。今すごい痛いの食らってなかった。投手打ち、うわ。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。相手が悪かったと思う。ジェロード、これで終わりにしてくれよ。攻め立てるぞ。ご命令を。敵の手に合わたさん。ちょっと待って、勝手にいっちゃってる。ご命令を。これはまずいです。どうか、ご命令を。オッケー。これはです、今ですぞ。だが正気ならいくらでも見出してみせよ。やりましたぞ。勝った。これぞ我が戦、我が武勇。
ファッション気をつけないかな。対戦。独眼竜の戦、その目に見せてくれるわ。策を込むと。この地は我らがために。どうや。いかがしましょう。ここに敵を退けるぞ。ヘーラよ、力を振るえ、共に勝ちをつかみ取らん。好機にございます、今こそ我が戦法により勝機を見出す時。混乱させられた。マジか。はっ、進軍だ。進め。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。勢いは上回っているかと。好機にございます。分かってる分かってる分かってる、分かっとるって。いかがしましょう。何て敵を撃った。ん、いやこれ当たった。やば、動くと。え、なになになに。なんで攻撃受けてんの。これ高台。はい、要所は敵に渡さん。ヘーラよ、力を封を加え、今や我が戦法を見せてやろうぞ。終わりにしてくれようぞ。手柄よ、見事。おげちゅう、ちょっと小野寺にはいかがしましょう。敵を攻撃する。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。どうなる。無理かな、防御を上げたけど。お、耐えた。ナイス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 。よう耐えた、小野寺。今の位置鍛えたのは素晴らしいね。正幸って。より必要で混乱を入れて、小野寺下がる。この戦決してみせん。この状態でここからよ、打ち砕いてみせよ。おさむねが行って、もう進めるぞ。独眼竜を打ち込む。ドンで、まあ、サムネもすぐ下がる。動くとするか。
小十郎、小十郎は攻撃役。混乱解けた。じゃあリテール対堀さん交代。混乱不要。熱狂撃。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。お指図。後ろ下がる。大同士。敵を退けるぞ。進軍だ。進め。成田かい。成田かい。攻め立てる。ちょっと見るがよいわ。我が武力をな。防御上昇使って。念のためな。あ。いやー、防御は上げてあるはず。帰ろう。よし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 、大丈夫。痛くない。五月中歩みを進めよ。五十郎、ご命令を蹴散らしてくれよう。進軍だ、進め。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。よし、追撃してきた。マジか。さあ行くぞ。ミラ、奮い立て。じゃあ合戦しようか。イデオリ、何考えてんの。ご命令を。どうでしょう。ええ、こんなん。いや、もう壊してしまうか。では。ご命令をくだされ。ここからよ。潔く。我に挑戦。敵も味方も。みな、我が手のひらの上で踊るがよ。どうかご命令を。我が総理、ヘイ、この目が見ておるぞ。やりましたぞ。戦勝を祝い、勝ち時をあげるのだ。少し工夫を加えますか。まこと喜ばしい。始めるぞ。飲みたい。よし、よろせ。槍の出番だ。ここに。
保護しております。よし、勝利卑怯。みんな、我が手のひらの上で踊るがいい。巌流。よし、行こう。軍を動かす。続け。よし。一回あれ貯めるか。キルゲージ。ご命令はいかに。これ自体が鳥になってってる。披露してくれようぞ。少し工夫を加えますかね。で、裏隊が敵を退けます。先発これはです。今ですぞ。足止めとか使わないのか。じゃあいいか。お指図、敵を攻めます。よし、行け。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。混乱させたので動くとするか。敵などひとひねりだ。正宗で独眼竜ドン。ここもう下がって、もう一回大道寺。敵を叩くぞ。こんな収まったね。そしたら大型に下がる、何をするか。変わりたい。どうかご命令。攻め立てるぞ。少し工夫を加えますか。歩みを進めよ。料理卑怯。敵も味方に。よし、みな混乱。我が手のひらの上で終わるがいい。攻め立てるぞ。どうした、泣いたかい。蹴散らしてくれようぞ。お指図は、なんか変なことになってる。動くべき時は今ぞ。かかってんのかも。何をするか。なんか成田かい動けなくなってるな。ご命令を。かお指図は、敵を攻めます。ああ、帰った。よーし。来週は止まらぬ。止められぬわ。出て。ここからよ。改めて金沢城へ。戦になります。陣を構えなさい。よし、敵を攻めます。動くべき時は今ぞ。馬を持って蹴散らさん。
今こそ我が戦法により勝機を見出す時。この戦勝を祝い勝ちどきをあげるのだ。おお、崩した。殺し。さぞ、準備を万端整えよ。ここからよ。こう、うん。オッケーオのは我ら我が武名の下地となれ。敵に痛手を与えます。やりました。我が優勢です。やにて薄くめ敵勢打ち破ったり。晴れ晴れ。指図を打ち砕いてみせよ。動くぞ。続け。素晴らしい。鉄砲にて打ち崩します。ここにこのはよし。今ですぞ。お指図敵を退けます。動くべき時は今ぞ。敵の味方の位置、皆我が手のひらの上で踊るがいい。少し工夫を加えます。できる？無理だと思うな。あれとこれはさすがに戻らないな。城に舞い戻るぞ。ごめんがない。お指図を城へ戻ります。いい感じない。もう全軍撤退しかないな。これは攻めきれないな。これ東北方面本当は分団長に任してしまいたいんですけど、なんかちゃんと攻めてくれないので、一つ一つ自分で操作してやるしかないんですよね。ユーラスさんはちょっと兵力2000までは回復させてからだな。あとは船たちは今移動中か、あと1週間ほどで戻ってくる。まずい。200しかいないお前が残ってはまずい。はい。200の大宝じゃ、動くべき時は今ぞ。しんがりはダメでしょ。死ねって。陣を構えよ。危ないって。お指図。危ねえ。怪我だよ。見事。何？
危ないって。で、どこ？今、なんかいろいろ出てたけど。大崎引き抜き成功した。どうやって、進撃が止まらない。出ますね。いや、これどうしようかな。同じ兵力で戦いたくない。同数で戦うのは良くないな。同速は？岩村城に張り付きさせてないんだよな。まあ、同担輸出具を、あ、島左近もか。鬼舞台釘付けにできてるってだけでもでかくはある。一旦。終わるか。どうかご命令を。動くべき時は今ぞ。大丈夫です。ははぁ、進め皆の者。はっ、ここでリグループ。ちょっと信濃方面が薄いな。国衆動員しましょうか。敵の城を奪ってくれ。トリュルとなってる。それはダメだ。上原経由はダメです。戦場になってる。城を落としてこようぞ。はい。上申いたします。土佐見国、すみません。やっとこうか。やってみせましょう。運さえ置かなければ。あ、吉夢さんと相性いいんじゃないの？もしかして、もしかしなくても。ですよね。兄弟だもんね。これ相性抜群じゃん。これ。恩に来ます。おお、めっちゃ強くなったとか。ここはもう強撃で倒せそう。構成圧されてるけど、ちょっと五つ目の到着待ち。命令を下され。木村ちょっと命令待っておりました。攻撃を試みてみましょうか。敵を退けるぞ。出陣いたす。城が攻められておる。ヒソの流言成功。決めてるの。妙案がございます。おお、中世語まで揃ってる。やってみせましょう。いけるか。来ないんだったらぶつかってしまうか。こいつら米きつそうだぞ。ほっといたら勝手に餓死するんじゃ。おっと、島左近と細川雄斎隊が餓死し始めているね。
モータンスフルタイム腰病炉が減ってるから、これもう食いつぶすね。楽。いいよ。いい病炉戦になってるよ。実際。なかなか攻めきれないけど、一旦きつい状況は乗り越えたかな。まあ、要は政宗が、こう、帰って戻ってくるまでの間、しのげるかどうかだと。この問題を解決するためにも、春日山城の内政を、速やかに進めて、状況を一気に改善させたいな。春日山城の内政さえ整えば、本拠地を、今、三鷹の山城なんだけど、春日山城に移すってことも、可能にはなってくると思うので、これを目指しつつ、西はね、一旦、ちょっと戦力が、東北攻めが終わるまでは、一進一退かな。金沢取りたいな、でも。金沢だけは何としても取りたい。金沢だけっていうか、金沢七尾松並み。ここを取ってしまえば、チク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 、沢田城方面に、こう、遠距離遠征仕掛けてくるトヨトミ部隊が、こいつとかね。どこかでできる。日野城。日野城ですよ、日野城。日野城って言ったらね、ここですよ。こっから、七田城まで、嫌がらせに来てるんですね。おられたからには対処しなきゃいけないみたいなので、戦力をかなり割かなきゃいけなくなってて、非常にだるいので、能と金沢まで、少なくとも金沢で分断して、能と孤立させる、あるいは能と取ってしまう、というのを達成すれば、このルートは安全になるので、このラインですね。このラインに防衛線を敷きつつ、日本海側は進行していくっていうのが可能になってくる。なので、なんとかなんとか、増山城、富山城に兵力を貯めて、手を見て金沢城を奪取したい。というところですね。よし、というところで、キリがいいので、今回はこの辺で終わろうと思います。よかったら、チャンネル登録やフォロー、いいねボタン、コメントなどしてもらえると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。